お待たせいたしました。それではお時間となりましたので、ただいまより障害者週間記念事業シンポジウム、ユニバーサルデザインのまちづくり、公共施設、公共交通機関のバリアフリー化を目指してを始めさせていただきます。本日の司会を務めさせていただきます吹田市役所障害物質の石井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは試合1、開会挨拶を吹田市障害者週間記念事業実行委員会会長である吹田市社会福祉協議会櫻井会長からご挨拶申し上げます。会長よろしくお願いいたします。本日はお忙しい中、令和5年度吹田市障害者週間記念事業シンポジウムにご参加いただきまして誠にありがとうございます。障害者週間は毎年12月3日から9日の1週間と定められており、すべての人が障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として設定されています。その中で行われます障害者週間記念事業は、障害を理由とした偏見や差別をなくし、社会を構成する一員としてお互いを尊重し合い、自分らしく暮らして生きることができること、社会を築くことを目的として開催させていただいているものです。本日のシンポジウムは、ユニバーサルデザインのまちづくり、公共施設や公共交通機関のバリアフリー化を目指しておテーマとして開催いたします。特定非営利活動法人 DPI 日本会議の副議長である尾上浩二様から基調講演をいただいた後、シンポジストとの対談を通じて皆様と共に考えてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。簡単ではございますが、私からのご挨拶とさせていただきます。櫻井会長、ありがとうございました。それでは続きまして、次第に講演に移ります。講師は特定非営利活動法人 DPI 日本会議副議長尾上浩二先生です。それでは尾上先生、よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました、DPI障害者インターナショナルの頭文字なんですけれども、DPI 日本会議の副議長をしております尾上と申します。よろしくお願いします。で、今日はですね、これからユニバーサルデザインのまちづくりということをテーマに40分ぐらいの時間でお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。前の方に映ってるスライドと同じものが皆さんのお手元の資料の中に入っているので、見やすい方を見ていただきながら聞いていただければと思います。まずちょっと私の自己紹介ね、させていただきます。私と自身と今日のテーマでありますバリアフリー、あるいはユニバーサルデザインというものの関わりということを、紹介をしたいと思うんですけども、今日は対面でこう収録をしていますんでね、見ていただいたら分かります通り、電動車椅子乗って、今日の会場も来ていますが、もう今は寝る時以外はだいたいこの電動車椅子で、生活してる。1日だから14、15時間ぐらいはこの電動車椅子に乗って生活をしているというものなんですが、小さい時から、障害がありましてね、1歳で脳性麻痺ということで診断を受けて、以来ずっとこう障害者としていろんな活動をしてきたわけなんですけれども、特に私自身、自分の人生の中でですね、養護学校施設を経た後、中学校から地域の学校へ行ったんですけれども、その中学校時代に友人と初めて
地下鉄に乗った、そのことがね、自分にとってこうバリアフリーの関心の原点だなというふうに思うんですね。それまでは親と一緒に、こう出かけたこと、親が付き添ってもらうときに、まあ電車とかバスには乗ったことあるけれども、中学校2年になるまでは親同伴でないと、電車に乗れなかったんですね。こう降りてきた人とぶつかってひっくり返ったらどないしよう、そう思ったら怖くて、でもうその中学校の時の友達が一緒に、まあ、音楽のレコード買いに行こうみたいなことで誘ってくれて、で親と離れてこう友達とだけでこう で歩くようになったんですね。その時の解放感というか、やっぱ同じ年代の友達と一緒に街に出るっていうのがすごく自分の世界を広げるきっかけだったなというふうに思います。で、まあ、大学に進んでですね、その大学に入学して直後、障害者運動の仲間というか先輩たちと出会って、以来18歳の時からずっと障害者運動を関わっていますので、もう今年で45年、18から始まってこう45年間こういろんな運動をやってきました。まあ、特にその駅のエレベーター設置、いうこととかですね、全国初になりました大阪府のバリアフリー条例、その制定運動の事務局長なんかも務めました。で2020年とこうバリアフリー法の審議が国会であったんですけれども、その時の、まあ、参考人ということで国会でも発言をさせていただきました。まあ、そういうものであります。まあ、現在 DPI の副議長と内閣府の障害者施策アドバイザーということをしております。これが2020年のバリアフリー法改正の時の国会審議の時の写真です。さて、今日のテーマでありますユニバーサルデザインということでね、先にちょっとこういくつかの事例を見ていただこうかなと思います。これは地下鉄のエレベーター、一見何の変、ね、もう変わりもない、何の変哲もないエレベーターです。単に尾上がこうボタンを押してるだけなんですが、実はですね、大阪市の地下鉄のエレベーターは車椅子用ボタン、ちょっと下の方にありますよね、そのボタンを押すと、中でですね、ボタンを押さなくても自動的に別の階へ移動する。例えばホーム階でそのボタンを押して、エレベーターを呼ぶと、ホーム階から改札へ行くわけですけど、その改札へ行くボタンを押さなくても自動的に、なんていうかボタンがつくような状態になってるんですね。なぜかというと、その電動車椅子とかがこう普及をしていく中で、こうより重度の障害のある仲間がこう街に出るようになっていくんですね。じゃあ例えば私の知り合いの中では顎でこう電動車椅子のコントロールをする、チンコントロールっていうんですけど、顎でこうコントロール、じゃあそうするとね、車椅子用のボタンこうちょっと低い目にあるんですけれども、その彼とかは手も障害があるのでボタンが押せないんですよ。じゃあ、はい、まあ、例えば通行人の人に押してもらって入れたのはいいけれど、中で押せないからそのまま別なんていうか閉じ込められる状態になることもあり得るんですね。でそうならないようにっていうことで、閉じ込め防止っていうことで外でボタンを押せば自動的に別の階に必ず行くというふうに、そういう仕組みをもう今から25年ぐらい前、まあ、私たちが提案をして、取り入れてくれた、そういう仕組みなんですね。でそれでそのユニバーサルデザインっていうのはこういう、なぜこれをユニバーサルデザインの一つ例ということで出したかといいますね、私もこの DPI の活動で15年ほど東京で生活をしてたんです。で時々出張で大阪に戻ってくるんですけれども、東京のエレベーターはもちろんこんな仕組みはなくって、中でボタンを押さなきゃいけないんですね。
で、ところが大阪へ戻ってきた時に、あれ天王寺駅だったと思うんですけど、天王寺駅っていうのはエレベーターがかなり前に付けられたこともあって、残念ながらこの仕組みが入る前なんですね。で、だから中でボタンを押さなきゃいけない、まあ普通のエレベーターで、一緒にその中年の女性の方と一緒に乗ろうとしてて、で一緒に乗ったんですけど、その、彼女がですね、いやこのエレベーター壊れてるわとか言うんです。何かなと、中でボタン押さなあかんやんかとか、あそうか、彼女はいつも大阪市の地下鉄のエレベーター乗り慣れてるからね、あの外で車椅子ボタンというかボタンを押せば、中でボタンを押さなくても当然別の階に行く、つまり彼女にとってはもう、当たり前のルールが変わってるんですね。つまりそれだけ、まあ、私たちが障害当事者が使いやすい、あるいは安全に使えるっていうことで提案したものが、その彼女にとったら中でわざわざボタンを押すなんて一手間だっていうふうに感覚が変わっていく。まあ、誰にとっても使いやすいわけです。つまり中でいちいちボタンを押さなくてもいい、まあ、これが一つ、まあ障害当事者初だけど実は中でいちいちボタンを押さなくていいじゃないかっていう、そういう仕組みになった。でその次、これも大阪市の地下鉄の例ですけれども、千日前線、あこれはちょっと御堂筋線の写真を持ってきてますけど、同じような、形に今なってきてるんですね。特に千日前線は全ての駅、全ての乗降口の段差と隙間がなくなってるんです。だから、今日も私、阪急で来たんですけど、阪急で乗り降りするときやっぱりスロープワン持ってきてもらわないといけないですよね。それがいらなくなるんです。で実際にちょっとこれ千日前線、私乗り降りしてる時の写真なんですけど、スロープ板も何もなくてスッとこう降りることができてます。でこれはなぜそういうふうな仕組みができたかということなんですけど、特に段差は2センチ以内、隙間は3センチ以内いうふうに設定をして、でそれに向けて、ホームと車両の隙間を埋める、でホームをかさ上げをして、段差をなくしていく、そういう取り組みをしたんですね。その、先ほどの、段差2センチ隙間3センチっていうのをどういうふうに決めたかというと、検証会、障害当事者が参画をして検証する、車椅子の障害者、視覚障害者、そういういろんな人たちが参加をして、検証したということで、その数字が決まったんですけど、で特に、その3センチ2センチというだけではなくて、そのホームのかさ上げの仕方もですね、この検証会で、決められた、なんていうかアイデアが出てきたんですね。何かというと、いきなりその段差を2センチ以内にしようと思って、ホームの端のところをギリギリキュッと上げると急勾配になるんですね。そうならないように真ん中のところからじわじわと一旦上げて、でそこからさらに最後追い込んでいくと、二段構えでこうかさ上げをしていく。これは実はその検証会に参加された視覚障害の方からのアイデアというか、実際に歩いてみてもいただいてというか、こうそのモデル的な、これぐらいの勾配とこれぐらいの勾配、やっぱり2段階でないと、やっぱりそれこそいきなりドンとこう急勾配になりますから、突っかかってしまうということが分かって、今みたいな構造になったりしてるんですね。で結果どうなったかというと、まあ、私たち車椅子のものにとってもすごく便利なんですけど、特に、インバウンドというか、こうね、まだちょっとコロナが落ち着いてきて今すごいお客さんですけど、海外からのお客さんとかすごい大きい荷物持っておられたりしますよね。そういう大きな荷物を、引いてるお客さん、あるいはベビーカーを押した家族連れ、そういう方々もスイスイと、行ける。結果的にね、運行もすごくスムーズになった。
つまりみんなが乗り降り簡単になったから遅延が少なくなった、混雑して遅延することがなくなっていったんですね。誰にとっても乗ったり降りたりしやすい、さらに、定時運行ということで運転手さんに とっても良、かったというふうな、ことですね。で、あと大阪市の地下鉄のちょっと取り組み、もう一つ言っておきますと、これは、車両の中のドアのところに貼られている、シールなんですけれども、何かというと5号車1番ドアというのを展示と、ちょっとこう展示ではないんですけど、5つぐらい、例えばこれは全体で 6両編成という、6つの、ポーチがある中の1つ、5号車ですよみたいなことが分かるような、乗車位置と扉の位置が表示されるというふうになってるんですね。でこれはなぜかというと、例えば5号車1番ドアっていうだけだったら、例えば10両編成の5号車と6両編成の5号車では全然違いますよね。10両編成の5号車だと真ん中ぐらい、6両編成だとだいぶ前か後ろの端の方になります。つまり自分がここの扉を降りた時にホームのどこら辺にいてることになるんだろうということが分かるようにっていうことで、こちらも視覚障害の人たちの検証を通じてこういうのを、これももう今から25年ぐらい前ですかね、一緒に開発をしたんですけど、実はこの車内の乗車位置扉表示シールっていうのは、大阪市の地下鉄が発案をしたんだけど、今いろんな他の事業者にも広がってきています。よく、見ていただいたら分かりますけど、他の路線なんかでも結構こういうのを 使ってもう当たり前にこれがスタンダード化してきている感じがします。先ほどのエレベーターも最初は私たち障害当事者からの発案で、中でいちいちボタンを押さなくても必ず別の階に行くという仕組みを作ったけども、それにもう慣れてきたらもう社会全体がそれが当たり前になる、スタンダードになる、そういうふうに、当事者初の発案がこう社会全体の、基本基準を変えていってるっていうのが、このバリアフリーやユニバーサルデザインの今までの歴史なんですね。で、さて、今日のテーマでありますユニバーサルデザイン、ユニバーサルデザインいうのを、辞書をちょっと調べてみました。こんなふうに書いていました。障害者、高齢者、健常者の区別なしに全ての人が使いやすいように製品、建物、環境、情報などをデザインすること、あるいはデザインしたもの、その障害や高齢、健常、区別なしに全ての人が使いやすいようにっていう、そのデザインということなんですけれども、ユニバーサルデザイン、全ての人がいうこと、これが大事なんですけども、それでいうとユニバーサルデザインっていうのは、完成形はないんですよね。完成形はないというか、ここまでやったらもうユニバーサルデザイン終わりではなくて、常に改善をしていく、言うならいろんな、今考えられるこう改善、をやったけども、例えばその中で、いろいろ次の逆に新しい課題が見えてきたな、じゃあそれをもう、せっかくここでやったんだからもうこれでいいでしょうじゃなくって、次のステップアップの機会にしていく、そういう常に改善をしていく、継続改善っていうんですけどね、常に改善をしていく、継続改善っていうのが大事で、その継続改善が大事なんですが、その際最初から最後まで全てのプロセスへ障害当事者が参画をし評価をしていく、これが大事なんですね。全てのプロセスへの参画ということです。で、ただ一方、この、日本でこうバリアフリーの取り組み、大阪府の条例から数えて30年、
国の法律から数えて23年目ぐらいなんですが、じゃあそうすると法律やガイドラインが整備されている中でですね、こう基準さえ満たしておけばいいといった風潮も一方で出てきているのが残念な現状なんですね。まあ、私なんかそんな法律なんかができる前の時代からずっと活動してたから、なおのことそういう感覚があるのかも分かりませんけど、なんかこう基準さえ満たしておけばいい、でもまあ法律違反ではないけど使いにくいな、なんでわざわざこう遠回りしなきゃいけないんだろうとかね、同じだともう少し角度をこうすればもっと使いやすいのになとか思うことがあります。まあ、私たちよくなんちゃってバリアフリーという当社同士の間ではね、まあ、バリアフリーって言ってるけどあれ使いにくいよね、なんちゃってだよなみたいなふうなことをよく言ったりします。なんちゃってバリアフリーにしないために当社参画というのは不可欠です。その際、まあ当社参画っていうのはこうね、いろんな当社も参加したまちづくりとかっていうのはスローガンとしてはよく言われるようになってきてるんですけども、それを具体的な仕組みとしてこう作り上げていくことが大事です。で、特にもう二十数年バリアフリーの取り組みがある中で言うと、今まではそういう意味で基準を、最低限の基準を満たして、とりあえずエレベーター11人乗りのものを作っておけばいいっていう感じ、まあ、例えばエレベーターで言うとね。でもこの20何年間の中で特にインバウンドであれだけのお客さんが、来られるっていうことは全然想定してなかったけど、20数年前。じゃあもうエレベーターの前、大きな荷物を引いたお客さん、そしてベビーカー、車椅子、ベビーカー車椅子みたいな、そんな感じで、そうですね、大きな駅だと 4,5 回こうエレベーターが来るのを待たなきゃいけないっていうのがもう日常茶飯事になっています。大阪駅なんかそんな感じですよね。じゃあやっぱりそういう時代情勢を踏まえて、やっぱりみんなが使いやすいものっていうことを考えると、11人乗りじゃなくて17人乗りぐらいをやっぱり基準にしていかなきゃいけないなとかっていう、その単にこう基準さえ満たしてギリギリなんとか移動できたらそれでいいだろうっていう量の問題ではなくて、質といいますかね、こう障害のない人が当たり前に移動できるように、障害のあるもの、あるいは高齢のもの、何らかの、こう特性のある人が同じように移動ができたり参加できる、その質も大、量も質もの時代に入ったということをちょっと押さえておきたいと思います。さて、そのユニバーサルデザインの例、つまり当社参画がないとなぜまずいのかっていう、今は結果として好事例なんですけど、最初その当社抜きにやったからこんなものになっちゃいましたという、一つの例を出します。で、当社参画を通じていい事例になったということですね。まあ、万博UD ガイドラインというのがあるんですね。まあ、万博そのものは、まあ、今いろんな議論があるから、その是非は置いといてですね、私たちはどんな形であれ、少なくともそんな大きなイベントの時にバリアフリーをやらない、あるいは、そこそこの適当なバリアフリーをが、これが当たり前だっていうのはもうなんとか、変えたかったわけですね。それで、まあ、この驚いたんですけど、2021年の9月に突然、万博のユニバーサルデザインガイドライン、そういうのが、発表された。マスコミに乗って、聞いてなかったというとびっくりしたんですが、で、障害当事者を交えずに作成をした。で、バリアフリー法や大阪府の福祉のまちづくり条例の基準をベースに作った、だから法律を守ってるんですっていうのが、まあ、その当時の万博協会のね、回答だったんですけど、結局ちょっと後で見ていただきますけど、車椅子席なんかは未来社会の在り方というよりは、今大阪とか日本で使いにくいなと思ってるそのままの姿が、反映をしてるんですね。で、特に私たち、DPI は東京2020オリンピック・パラリンピックを契機に、バリアフリーをさらに前へ進めていこう、
ということで、オリパラでそこそこいろんな基準が見直されて、ああなんとかちょっと前に進んだなと思ったのが、もう一回またゼロに戻るの、元に戻るのかみたいな感じで、オリパラのレガシーっていうのはじゃあどこに行ったのみたいな。でさらにですね、その当時大阪市の、まあ、担当者に問い合わせたんですが、大阪市は今区がそのバリアフリーの担当だから、この万博会場の予定になる此花区長に言ってくれ、いや区長が国家事業に何か責任持てるんですかみたいな、もう、まあ、あの別に大阪市を腐す意味でこの話をしてるんじゃなくって、やっぱり大阪って全国に先駆けてずっとバリアフリーを引っ張ってきたというふうに私なんかそういう思いがあるんですけど、やっぱり15年20年経つと、もうなんていうのかな、もうだいぶやってきたからそこそこでいいだろうみたいな雰囲気がね、やっぱりこの当時はあったなっていうのが思います。でじゃあ旧のガイドライン、見直す前のガイドラインどんなものだったか、そのひどさということが分かるの、一番象徴的な例なんですけど、これは、ホールというか劇場のようなところは、どんなふうにあるべきかということで示されている図なんですけど、ちょっと小さいから分かりにくいかも分かりませんが、車椅子の、ものの、座席スペースってね、一番前の一番左端にしかないんです。うわっと思いました。一つはこれ、例えば私が、自分の連れ合いと一緒にここで、そのプログラムを楽しもうと思っても左右に並べないんですよね。前後ろに並ぶ同伴者席という考え方が全然ないんですよ。障害のあるものと障害のまあ、ないものというか友達であったり、そういう場合に、一緒にどうやって楽しむということができなかったり、あとね、一番前の一番端って、まあ、プログラムにもよるんですけども、例えば映画大きなスクリーン前にして一番前の端に、映画館よくそういう座席が多いんですけどね、その場合こう見てる間にね、首が痛くなるんですよ。ああこれはだから未来社会の姿、バリアフリーの姿でも何でもなくて、確かに今の大阪の映画館の姿やな、首痛くなるなこれは、というふうに私は思ったんですね。でそれでいろんな人たちが働きかけをして、ユニバーサルデザインのガイドラインの見直しがようやく2021年の12月から始まりました。近畿大学の三好先生という方ですね、まあ、バリアフリーのずっと推進をしてこられた方ですが、その方を会長に、まあ、私なんかも参加をして、結構障害当事者が多数参加をした。でまあもともと当事者抜きで作ったやつを見直すということなので、もうスケジュール的にもうかなり厳しかったんですね。3ヶ月間で見直すっていう、まあ、かなりタイトなスケジュールだったんですが、もうみんな必死で頑張りまして、1800項目も意見が委員から出されました。検討会自身は12月1月2月と3回だけだったんですが、それ以外に分科会を持ちましてね、テーマ、車椅子席や、まあ、その座席のあり方、エレベーターエスカレーターのあり方、トイレ、あとカームダウン、クールダウン、カームダウン、クールダウンというのは落ち着くっていうことなんですけれども、例えば、精神障害があったり、あるいは発達障害や何らかの障害があってこう緊張してパニックになったりとかしんどくなったりっていう、そういう障害特性 の方がおられたりです。じゃあその時にちょっとこう落ち着いた場所、ちょっとこう四方を区切られた場所で落ち着く場所、そういうカームダウン、クールダウンスペースという、まあ、そういったことも含めてこう分科会で議論をしたんですね。ある時なんかは1週間前、この4つの分科会が、持たれたので週4回会議をやったりとかみたいなことで大変だったんですけど、でもすごくいい、ガイドラインになったというふうに私たちは思っています。ちょっと注目点いくつか紹介をします。基本視点ということで、
オリパラのレガシーを引き継ぎさらに発展をさせる、まあ、先ほど言いましたオリパラで、まあ、国際的な考え方っていうのをだいぶ取り入れた、これをさらに引き継いでさらに発展させていく。で、考え方っていうので誰一人取り残さない、アクセシブルでインクルーシブな社会、このちょっとカタカナ語で申し訳ないんですけど、アクセシブル、まあ、誰もがこう、使ったり、こう、なんていうか、会場に出入りできたり、でインクルーシブ、障害のない人と分けられない、一緒にアクセシブルでインクルーシブな博覧会にしていくということで、これはその国際パラリンピック委員会のガイドラインの考え方を踏襲してるんですけども、公平、尊厳、機能性、こういったことをちゃんと踏まえてやっていきましょう。これはその国際パラリンピック委員会、オリンピック委員会はね有名ですけど、それのパラリンピックの委員会があって IPC っていうんですけどね、 IPC、 そちらが出している資料で、公平、尊厳、機能性ということで、特に例えば公平というところでどんなことが書かれているかというと、個人の機能的能力に関係なく、つまりどんな障害があってもということですが、同じ体験あるいは同じ水準のサービスを得る、同じ体験同じ水準のサービスを得る、いや障害のある人はちょっと、まあ、こちらで我慢してというのではないですよ、同じように楽しめなきゃダメだ、あるいは尊厳、個人を尊重しその名誉を守るというようなこととかね、まあ、そういったことが書かれてて、まあ、アクセスは人権だっていうふうに言ってるんですよ、まあ、そういうアクセスは人権という視点からこのガイドラインを見直しましょうということになったわけですね。で、そういったことから当然障害当事者の参画っていうのをすごく重視しました。ユニバーサルデザインワークショップというんですけれども、当事者が参画をして いろんな設計を決める、あるいは最後の仕上がりまで含めていろいろチェックをしていく、でその際、義務的な基準と望ましいと言われる基準との関係でいうと、日本の法律だとどうしても最低基準だけ、そっちだけに目が行きがちなんですけど、そうじゃなくてそれを逆転させたんです。まずは推奨基準、望ましい基準を検討してください、で、できるその望ましい基準できるものをやってもらって、でもどうしてもやっぱりできない場合はあるでしょう、で、どうしてもできない部分に関してはその義務的な基準をと、ね、今まで日本の考え方、まず義務基準をやって、で、まあ、できるところだけちょっと望ましい基準 やってあげたらいいかなみたいな話、それは逆さまで、むしろ望ましい基準が本来あるべきで、それをまず目指すけれども、やっぱり全てができるわけじゃない。じゃあ、でもじゃあ全てできなかったとしても最低限義務基準は守りましょう。そういう逆転の発想みたいな。で、まあ、いろんな基準の大幅な見直しになりました。例えば、エレベーターでいうと11人乗りっていうのが、国の基準ですけど、17人乗りや24人乗りとかね。カームダウンルームをちゃんと作りなさいとか。あるいは手すり、手すりの時にはやっぱり視覚障害の人には非常に分かりにくいということで、波型手すりは使わない、波型手すりは使わないというようなこととか、これ視覚障害の人がちゃんと評価をして、波型手すりは 何が問題かというと、上の階に行くのか下の階に行くのかパッと持った時に分からないんですよ。平行だと、ね、斜めになってるから分かるけれど、波型の場合分からないいうことで、波型手すりは使わない、そんなことがあったりします。で、先ほど見ていただいた、車椅子座席、これなんかはすごく変わりました。ちょっと待ってくださいね。こちら見えますかね。おっと、ごめんなさい。車椅子座席、この前の左前のところにあります。で、しかも車椅子、さらに車椅子ではない人、
並んで行けます。あるいはさらにここは車椅子席が2つ並んでるから、例えば車椅子同士の友達であったりとかね、いうふうにも行ける。でさらに前だけじゃなくって、後ろ、真ん中後ろの方も、そして左も右も左右前後にある。で、障害のあるなしにかかわらず友達や恋人と一緒に行っても楽しむことできるよ、まあ、いうことなんですが、まあ、こういった考え方の背景にはですね、実は障害者権利条約やオリンピック・パラリンピックが非常に関係をしているということを押さえておきたいなと思います。2006年に国連の障害者権利条約が採択されました。で2013年に IPC パラリンク、国際パラリンピック委員会ですね、のガイドラインが出されたり、で同じ年日本は障害差別解消法が制定されました。で2014年に障害者権利条約が批准をされる。で2017年にね、今日のテーマでありますユニバーサルデザイン UD2020 行動計画というのを政府全体で採択してるんです。この UD2020 行動計画っていうのを今日は時間の関係で詳しくは紹介できないですが、ぜひまた見ていただければなと思います。ユニバーサルデザイン、あるいはそれを目指した社会というのはどんな社会なのかということがちゃんと書かれているものです。でそれを受けて2018年にはバリアフリー法が改正され、さらに2020年にもバリアフリー法が改正されたということなんですが、特に今日のこの後のテーマで言いますと、2018年のバリアフリー法の改正がですね、マスタープランやこう継続改善、定期的に見直そうということが入ったり、でもう一つ2022年に情報アクセシビリティコミュニケーション法、アクセシビリティっていうと日本だとね、どうしても物理的なバリアだけに目が行きがちなんですが、そうじゃないんですね。いろんな、今日も手話通訳や要約筆記を、つけていただいてますけれども、こういった情報保障、あるいはいろんな表示、音声アナウンスだけじゃなくてそれをちゃんと電光掲示板で表示をするとかね、そういったことも含まれるわけです。でこれが、まあ、2018年の、バリアフリー法の改正ということになります。でそのマスタープラン一つの例ということで、明石市で、ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画という、もの、これ私、まあ、委員としてね参加をしたので、ちょっとそれの概要みたいなことを参考まで紹介をします。明石市ではですね、今まで手話言語情報コミュニケーション条例とか独自の障害差別禁止条例、そしてインクルーシブ条例というのを作る、そういう、まあ、結構その障害分野のいろんな条例を作ってきたんですが、それと連動させる形で、UD のまちづくり進めようということで、協議会が2018年に発足をしました。先ほど紹介をした三好先生が会長で、私がまあ副会長ということで、議論を進めてきたんですけれども、特にですね、この会議だけじゃなくて団体ヒアリングとかアンケートとかで可能な限りいろんな当事者に参画をしてもらう、それを受けて作ったものなんですね。で特に明石市のマスタープランは基本理念とか基本方針がかなりの分量を占めます。全体のうちの半分ぐらいがその基本方針とかそういうことかなと思う。基本理念でこんなことが書かれる。誰もが出かけることが できる、出かけたくなる街を目指して、ユニバーサルデザインの考えに沿って全地域の街づくりを進め、誰も取り残されることのないインクルーシブな社会を実現します。この市全体のバリアフリーの方針を定めた、これが大事なんですよね。そうしないと、この基本方針がなければね、なんていうかマスタープラン下手をすればなんか基本構想のミニ版みたいなものにしかならない可能性もある。やっぱりこの基本理念や基本方針をちゃんと定めるっていうことが大事だな。でどんなことが書いてるかというと、当事者市民の意見を反映した UD のまちづくりということで、その反映する仕組みをちゃんと作りましょう
ということで、明石市は、ね、インクルーシブモニターという当事者の人で公募で入ってもらって、例えば市役所とか市の持ち物の件、を回収したりとか新しく作るときに必ずそのインクルーシブモニターの人に、意見を聞く、あるいはチェックをしてもらう、そういうチェックの仕組みがちゃんと公的に条例で規定されたんですね。で、安全安心な街を支える都市整備ということで、鉄道やバス、あるいはタクシーとかね、道路とかで建築物で、特に学校のバリアフリー化にすごく力を入れることになりました。で、さらに心のバリアフリーということなんですが、これは思いやりとか優しさみたいなふわっとしたもんじゃなくて、ちゃんと障害の社会モデル、この障害の社会モデルを、広げていきましょう。で、さらにこの UD のまちづくりには情報提供がどうしても必要だ、大事だ、情報バリアフリーマップであったりとか、あるいは、音声案内であったりとかね。で、あとユニバーサルツーリズムの推進というのこと。で、災害時緊急時に対応した UD のまちづくりで、 UD のまちづくりの推進モデル地域というなんか独自事業みたいなものも作ったりしました。で、マスタープランの最後の部分で促進地区計画方針ということで、12の地区を促進地区ということで指定をしました。で、地域住民の方も入られたので、半径500メートルとか1キロで機械的に切るんじゃなくて、やっぱり地域住民からしたら1キロちょっと超えたところでもここはどうしてもやっぱりバリアフリー大事だということで、ちょっとこう、伸ばしたりですね、あるいは駅とかはないけれどバス停を中心にした、バリアフリーを進めようというような、こういう地区も設定されたりしています。やっぱりこれは、地域住民の人が参加をしたからだ、当事者が参画したからだと思うんです。で、さて、これ最後なんですけど、これはね、国交省の資料で明石市の、バリアフリーの、報告書ということなんですけど、ちょっと小さい丸なんですが、二重丸、必須記載事項というのと任意記載事項、一重丸が任意記載事項なんですね。で、例えば先ほど私がいろいろ話した基本方針は任意記載事項、つまり法律から見たら絶対それを入れなきゃいけないというにはなってない。でも基本方針入れなければ仏作って魂入れずになってしまう。この、まあ、任意記載だけどこの基本方針が大事で、この促進地区は必須事項なんですね。で、さらに、行為の届けに関する事項ということで、例えば結節点っていうんですけど、鉄道がこう交差するところとか道路が交差するところ、今後工事をするときバリアができないように、お互い注意しましょうね、そういう届けで、これはまあ必須なんですね。で、例えば心のバリアフリーの推進は逆に任意であったりとかということで、必須事項だけ見てみると、もう単に促進地区とこの行為の届け出っていうそれだけみたいな感じになってしまうので、ここの任意事項と言われる部分をどういうふうに、まあ、そうなら例えば吹田なら吹田の障害当事者や地域の方々がやっぱりこういう町にしたいということを、どこまで盛り込めるかっていうのがポイントだということで、マスタープランの、まあ、可能性と課題ということで、町全体のバリアフリー化に関する方針、基本理念や基本方針をどれだけ充実させられるか、で、全ての部局を巻き込んだ推進体制づくり、オールスイタとしてやっぱりマスタープランを取り組んでいこう、バリアフリー取り組んでいこうということで、直ちに事業のめどが立たない課題やエリアも対象に、考えてもらえたらな。で、何よりも地域の多様な当事者、住民ニーズに基づいて、検討が進んでいけばいいなと思います。このマスタープランということをきっかけに、ぜひ吹田の町を、一人一人が見つめ直し、そしてその中で、こう見えてきた、あるいは普段生活して感じている課題をこうやれば一緒に解決できるよね、夢のある町にね、変えていく
きっかけにしてもらえればなと思ったりします。ということで、この後、この吹田の皆さんと一緒に対話をしながら、そういったあたりを一緒に考えたいと思いますので、それに先立っての基調講演ということで、皆さんご清聴ありがとうございました。それでは、次第3、対談に入らせていただきます。まずは本日のシンポジストの方々を紹介させていただきます。社会福祉法人国立地会から片岡、康介様、社会福祉法人ヒューマン福祉会から平山雄一様、吹田市総務交通室から船木光義参事、以上の3名で対談を行います。それではここから進行はコーディネーターの小野部先生にお願いしたいと思います。小野部先生どうぞよろしくお願いいたします。先ほどの講演に引き続いて、この対談ではですね、コーディネーターということで進行役を務めさせていただきます。先ほども司会の方から紹介をそれぞれいただいたので私からは省きますけれども、これから3名の方々に発題をしていただいて、その後ちょっと私からこう質問をさせてもらったり、そのパネリスト同士でちょっとこうやり取りをしていただくというふうな形で進めていきたいなと思います。ではこの後ですね、社会福祉法人ぷくぷく福祉会の片岡さんからご発題よろしくお願いします。はい、紹介いただきました社会福祉法人ぷくぷく福祉会の片岡康介と言います。どうぞよろしくお願いいたします。今日私の方からはお話として私の事業所の話、それと私の事業所の方に通われている利用者の方のお話、それとその利用者の方が今この町で困っておられるちょっと具体的なお話を皆様にちょっと分かっていただければと思ってさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず私が所属している事業所なんですが、障害福祉サービス事業所ぷくぷくワールドっていうところの私は管理者を今しております。で、ぷくぷくワールドっていうのは、障害の種別というと生活介護って言われる、ところの、事業所になります。これ何かと言いますと、家から日帰りで、事業所の方に来ていただきまして、そこで過ごして帰っていただくっていう、そういう日帰り のサービス事業所になるんです。で、ただ障害のある方がただ単に過ごすんじゃなくって、本当に、いろんな、ここでは生産活動という名前で作業をしておりまして、そこで作業を通して工賃というところで、報酬を得るという社会参加の場というところにもなっております。で、そのうちの方でやってる作業っていうのは主にクッキー作りをさせていただいてます。よくいろんなイベントで障害のある方がクッキー販売したりされてるかと思うんですが、どちらかというと私どもがやってる事業所の方はもうちょっとこう大規模なものをしてまして、結構な大きな実はクッキー工場があるんです。で、そこで本当に1日大量のクッキーを、職員と障害のある利用者さんと一緒になって作ってるっていうところです。で、販売の方も、吹田市内であれば保育所であったり幼稚園、あと販売業者さんを通して、結構西日本手広く実は納品させていただいてます。四国や九州の方まで私たちが作っているぷくぷくクッキーっていうのが結構広まってるかなと思います。ひょっとしたらねこの会場にいる方も召し上がったことある方おられるかもしれないですが、そういったところで結構素材にこだわった美味しいクッキーっていうのを障害のある方と一緒に作らせていただいてるっていうそんな事業所です。利用者の方は基本的にもう大人の方になってて、18歳以上っていうところで、うちの場合は、定員35名の、利用者さんっていうところでさせていただいてます。
本当に来られてる方の幅広くて、一番若い方18歳なんですけど、一番年いってる方65歳っていうところになりまして、比較的もう30代、40代の方が多いっていうところの事業所ではあるんですが、そんなところでさせていただいてます。で、うちの事業所に通われてる利用者さん、どんな方かと言いますと、障害と一言に言いましてもね、いろんな障害あると思うんです。身体的なものであったりとか、あと知的な部分の障害、あと精神的な障害っていうところがあって、私どもの事業所の方は、知的な部分の障害の方が、ほとんどになっております。中には、お体もちょっと悪くてということで、重複障害っていうところの方もおられるんですが、ほとんどの方が、知的な部分っていうところで、そういった方の中には、発達の障害のある方であったりとか、あと自閉症の方、あとダウン症の方っていうのが、そういう方がおられます。で、そういった方々、具体的に本当にどんな感じなのかっていうお話をしますと、まず、言葉がね、やっぱりちょっと、わかりづらいかなっていう方が多くおられます。本当に普通に、喋られる方もおられるんですけど、やはりなかなか言葉が出なかったりとか、ある程度の理解はできてても、なかなかやっぱり自分から喋るとか、そういうのが難しい方っておられます。あと、やはり他の方とのコミュニケーションを取るのはすごく難しい方、もうこれほとんどになるんですけど、おられます。それは言葉だけの問題じゃなくって、その方、いろんなこだわりがあったりとかで、例えばお話をしてても、そのある言葉ばっかり、そこだけしか捉えることができなかったりとか、こう、全体像を、やっぱりちょっと描くのがちょっと難しいのかなっていう、そういう方もおられます。で、ただ本当に全体的に、うちの通ってる方の共通してるっていうところの部分は、実はご自身の気持ちを伝えることが難しいっていうのがあります。これ多分本当に障害のある方は皆さんに言えるところかもしれないんですけど、なかなか自分が例えば困ってるっていう状況があった時に、それがこう発信できればすごくいいんですけど、何らかのサインが出せるだけでも本当にいいことなんですけど、それも難しかったりっていうところで、旗から見ると何が困っているかわからないっていうところで、やっぱり見えない障害となって出てきているのかなっていうのはあります。そういったところの、特徴がちょっとうちのところはあるかなっていうところです。で、あとは、先がわからないとちょっと不安定になってしまうことで、やっぱりちょっと見通しがつかないと、本当に、こう、次どうなるかってわからない。それがやっぱり不安で怖いっていうのがあって、先の見えないことに対しての不安感がすごい多くある方たちです。で、あとそういう方たちが街の中でどんなことを困っているかって言いますと、今街の中ってすごくね便利になっていると思うんです。スマホ一つあればね何でも買い物もできるっていう感じになってますけど、当然うちの事業所に来られている方そういうことほとんどできないです。例えばコンビニ行ってこうレジで買うっていう時も。例えばよく皆さんね、コーヒーとか買われると思うんですけど、それも以前であれば、温かいね、出来たてのコーヒー、ボタンを押したら買えるという感じでしたけど、今はなんか、いろんなこう、タッチパネル的にこう、選択しながら買うっていう形になってると思うんです。例えば、ホットとアイスを選んで、例えば、アイスコーヒー飲みたいなと思っても、アイスを選ぶと、今度はアイスコーヒー、カフェラテ、その手のアイスないないとか言って出てきて、でそこからまた選んで、次何が出るんかなと思ったら S、M、L、最近ではメガとかいうのもありますけど、そういったところで、いくつか画面を選んでいくっていうのはすごく難しい方が本当に多くおられます。ですので、それが最近導入された時って、もう職員付きっきりでちょっと一緒に教えに行ったっていうのがありました。で、結構ね、覚えるとできる方多いんですけど、ただこれも、いつも同じ状態ではないっていうのがあって、よくあると思うんですけど、ミルクが切れてるとか、何か、コーヒーのカスが溜まってて、ちょっと、スタッフの方を呼んでくださいとか、そんなも、文言が出てるっていう場合もあると思うんですけど、そういった時があったら、やっぱり、ああ、どうしたらいいんだっていうことで、やっぱり困われてしまうっていうのがあります。で、あとコンピューターでね、いろんなところで、こう、音声で教えてくれるっていうのはあるかと思うんですけど、そういったものも、やっぱりそういう音声聞き取れなかったりとか、言葉がやっぱりね、わかりづらいっていうところで、わからないっていう方もおられたりします。で、あとは何でも、キャッシュレスの時代になってると思うんです。何々ペイ、何々ペイっていうところで。
で、あとはチャージ式であったりとか、で、こういったところもやっぱり難しい方が多くおられます。最近の例でいきますと、電車に乗られたんですけど、降りるときに、乗ったときはね、チャージ式のでこう、ピッとして乗られまして、降りるときにピッとしたら出れないんです。何が問題かって言ったら、チャージが足りなかったっていうところで、で、それで、その方に関しては、その、ご家族の方が GPS で場所を把握してまして、そこでうちの事業所に連絡があって、ちょうど事業所を利用する前、ちょうどこちらに、来られるっていう、その途中だったんですけど、多分お金が切れてるかもしれないっていうことで、まあ私自転車でちょっと駅まで駆けつけて、で、校内入ってお金をちょっとチャージして、それ出てもらったっていう、まあそんなこともございました。あと、街中であれば、最近、電車の駅でも、駅員さんおられないところあると思うんです。で、私どもの事業所の近くは、阪急の吹田駅になるんですけど、吹田駅もまあ、ほとんどいないかな、いう感じで、インターホンはあるんですけど、インターホンを押しても、駅員さんいたらね、また出てきてくれるんですけど、今いないので、その状況でちょっと、なんかいろいろ、こう、情報をいただきながら対応するという、まあ、そんな感じがあったりして、で、そういったところもやっぱりなんか困った時に、うちの利用者さんであればやっぱり伝えられないっていうことで、もう戸惑ってしまうっていう形になります。あと、駅であれば、本当にいろんなホームがあったりすると、やっぱそういったところで、分かりづらくて、もう乗れなかったりっていうのもあったりします。あと、バスの停留所、一つの停留所なんですけど、複数の系統のバスが乗り入れしているところってあるかと思うんです。で、もうここで乗るんだっていうところで慣れてても、やっぱり違う系統が来た時に乗ってしまったりっていう、そういう間違いも起こったりします。あと駅の、まあ駅の話ばかりになるんですけど、おトイレあるかと思うんですけど、ホームが2つあれば、片側にしかないと思われませんか？もうこれがね、本当に障害のある方困りまして、ちょうどトイレがある側であればいいんですけど、起点を利かしてね、地下降りて、こう、反対に回るとか、それがやっぱりできる方ってもうほとんどいないです。で、そういった問題があったりもします。で、あとね、本当に、困るのが、電車っていうのは、きちんと来ることもあれば、来ないことあると思うんです。人身事故とかで、来ないこと、皆さんも、それでちょっと苦労されたい方いると思うんですけど、で、先ほど申した通り、うちの事業所の方、見通しがつかないと不安になってしまうっていうところで、当然急に来ないっていうことで、アナウンスはね、結構なるんですけど、それをやっぱり聞き取る能力もないし、で、待てど暮らせど来ないっていうことで、本当にだん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 不安になっていくことで、で、こういったところは、うちの事業所でも、ちょっと、まあ、スタッフの方から出会ったりとか、ちょっとインターネットとか、情報をちょっと取り寄せるようにしてて、止まってるっていう情報が入れば、必ず、頑張ってね、交通機関使って来られてる方に関しても、車で送りをさせてもらうっていうのはあるんですけど、で、もう駅まで行ってて止まってるのが分かった場合は、もう駅まで行って、駅の方まで行って、それを探して、で、ちょっと車まで誘導して乗っていただくっていう、そんなことをすることもあります。10月も1回あったかないところです。まあ、そういったところで、いろんなところで、やっぱり、知的な障害のある方、困られる方おられます。で、あと、最後に、道を歩いてても、やっぱり、迷うことがありまして、特に大きな交差点、結構街並みに似てたりすると、間違ってしまいます。春にね、一度、うちの事業所の近くの、まあ、グループホーム、障害の方がちょっとお泊まりするところあるんですけど、そこに通い始めた方がいて、少し慣れた頃ではあったんですけど、大きな交差点を、横切ってくるっていうところがあったんです。で、実はそこで間違った方向に行かれまして、9時に、その方行方不明になって、発見されたのが、その日の、夜の7時でした。で、それまでいろいろうろうろされて、本当に、発見された時は、もうご本人、ものすごい汗もかかれてびっしょりで、で、たまたま、飲食店の方が、保護してくださってて、ちょっと水分とか取らせていただいたということで、すごく助かったな、というところがあるんですけど、本当にそういったところで、知的な障害のある方、いろんなところ、やっぱり今の街、すごく便利にはなってるんですけど、困る部分もあるっていうところがあります。私の話は以上になります。はい、ありがとうございました。
今その吹田の町で暮らしておられて、こう具体的な問題をね、お話をいただきました。また後でちょっと対談をしたいと思います。では続きまして、社会福祉法人ヒューマン福祉会の平山雄一様、よろしくお願いします。はい、社会福祉法人ヒューマン福祉会、平山と申します。よろしくお願いします。本日のシンポジウムは、ユニバーサルデザインのまちづくり、バリアフリー化を目指してというテーマで開催されているところですが、バリアフリー化について私の体験より話をさせていただこうと思います。不動重層高槻線のバリアフリー化の様子についてになりますが、不動重層高槻線の位置は、今日お集まりの吹田市立勤労者会館から50メートルほど南にあります。この道路の約1キロの区間の歩道について幅が広げられる工事が行われてきました。今から4年ほど前より、歩きやすい歩道になるように、吹田市や、大阪府へ、要望をしてきたのですが、この道路の、工事計画もちょうど重なっており、工事を行う前の段階で私たちの要望を府の土木事務所の方へ伝えることができました。その結果、年に1回から2回のペースで府の土木事務所の職員の方と地域の当事者の障害当事者の方とともに現地調査を行うことができました。写真について、になりますが、上から、この道路の、工事前、工事中、工事後の、写真を載せてあります。一番上の、工事前の写真についてですが、歩道の幅が、狭くて、車椅子で通ると、反対側から自転車が来た場合、すれ違うのが難しい状態でした。車道と歩道の高さも20センチほど段差があり、転倒の危険もありました。真ん中の工事中の写真についてですが、真ん中の電柱が立っている左側の位置までがこれまでの歩道です。右側にショベルカーがありますが、ここが今回新たに広げられた部分で、工事が行われている様子です。下の工事後の写真についてですが、歩道の幅が2倍以上に広げられて、反対側から自転車が来ても楽にすれ違えるようになりました。車道側の高い部分から住宅地側の低い部分まで緩やかに斜めになっていて、歩道と車道の段差も解消されています。また幅が広げられたことで、歩道の真ん中に立っていたもともとあった電柱も車道側に移動され、通りやすくなりました。さらに点字ブロックも敷かれて、視覚障害の方も安心して通れるようになりました。次の写真についてですが、府の職員の方と地域の障害当事者の方とともに現地調査をしている様子です。この写真は点字ブロックを敷く位置の確認をしているところです。このような調査をこれまで4年間の間に6回ほど行って、改善してほしい場所について直接現地で確認をして、どのように改善をしてほしいかを伝えてきました。これまでの体験を振り返ってですが、まず障害当事者の意見を現地を実際に確認しながら伝えることができました。工事をする前に歩道が狭くなっている場所、
段差がある場所、斜めになっている通りにくい場所など、どの場所のどのような点に困っているか、どのように改善してほしいか、現地で直接確認をしながら府の職員の方へ具体的に伝えることができました。そして工事現場の設計図が出来上がった段階で、工事を行う前にこれでいいか、まだ修正すべきところがないか話し合うことができました。さらに工事が終わった後にもまだ通りにくく改善が必要な場所についてもどのように改善してほしいか伝えることができました。また工事担当者の方からも工事をするにあたって用地買収がなかなか進まず歩道を広げることが難しいことや歩道と車道の高さの違いがあって水平に作るのが難しいなど歩きやすい歩道にするにあたって苦労している理由も知ることができました。せっかくバリアフリー化の工事が終わったとしても問題点が残っていてさらに改善しないといけなくなるとその労力が増えてしまうと思います。しかし工事を行う前から工事担当者と地域の障害のある方とコミュニケーションを取り歩きやすい歩道になるよう現地調査もしながら確認することでこのようなことになるのを防げると思います。この後吹田市のバリアフリー推進事業の話もあるかと思いますが障害当事者もこの取り組みに参加させていただいているところです。今後も道路を作るときは私たち障害当事者もユニバーサルデザインのまちづくりの話し合いの場に積極的に参加をしてバリアフリー化の工事をする前の方針や構想を考える段階から意見を取り入れてもらいながら進めるということが広がってほしいと思っております。私からは以上になります。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。道路工事という具体的な状況の中でね、自分たちの意見を伝えることができたという素晴らしい報告でした。では吹田市総務交通室参事の船木様から、ご報告をよろしくお願いをいたします。はい、それでは吹田市総務交通室船木と申します。具体的に吹田市でどのようなバリアフリー推進事業をやっているかというご説明をさせていただきます。少しちょっと時間が短いので分かりにくい部分があろうかと思いますけれども、よろしくお願いいたします。まずはじめに、これまでのバリアフリー法の変遷でございますが、平成12年に交通バリアフリー法が定められました。吹田市もこの法に対応した形で10駅3冊についての基本構想を策定しております。その後平成18年12月に法改正があり、交通バリアフリー法は建築物のバリアフリー化を促進するハートビル法と統合し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法と改められ、主にこれまで駅舎と生活関連施設を結ぶ経路のバリアフリー化を促進する方針であったことに加えまして、生活関連施設間を結ぶものも認められ、この改められましたバリアフリー法に対応した形で5駅2冊について基本構想を作成しております。これらによりまして、市内15駅すべての駅周辺での基本構想の策定が終わりました。その後平成30年の法改正によりまして、マスタープランの作成の努力義務化、令和2年の改正では既存の基本構想の見直しの努力義務化の追加、心のバリアフリー推進等が新たに明記されました。次にバリアフリー事業の流れといたしまして、マスタープランを作成することで市の方針をしっかりと打ち出し、生活関連経路、生活関連施設等の必要事項を明記することで今後行うべき事業のプランを明確化させます。その後
舞台事業の調整が可能になった地区について基本構想を策定し、重点整備区域を設定した上で具体的な特定事業計画を作成していきます。これは順番に具体化させていくものです。その後はそれぞれの事業を実施するもの、例えば道路管理者、鉄道事業者や警察などそれぞれが予算を獲得していただき、設計、工事発注、その後現場がバリアフリー化されていくという流れでございます。第一段階の基本構想の見直しの方針といたしまして、先ほど説明したように5冊の基本構想を一本化する、生活関連施設の名称を修正する、事業の進捗状況を反映し実施時期を更新する、そして可動式ホーム柵の整備について新規事業を追加いたします。この見直しは必要最小限で行いますが、マスタープラン策定後再度新規事業等を盛り込んだ基本構想を令和8年度に策定いたします。基本構想の見直しといたしまして、既存の重点整備地区につきましてはそれぞれの地域で基本構想を策定しております。5冊あった冊子を1冊とし、地域全体の図面を作成し、今後の見直しの際も地域全体での協議できるものとする、地区間の途中で途切れてしまった生活関連経路をつなぐようにいたします。吹田市の基本構想の地区はこういうふうにつなげますと一体化するということでございますので、シームレス化し、それぞれの経路のネットワーク化を図ってまいります。次に基本構想特定事業計画の基本方針といたしまして、吹田市全域が載った一冊の基本構想をベースに事業化の調整が可能な区域を重点整備地区に設定します。基本構想については5年ごとに見直しすることを明記し、事業量の調整をいたします。また特徴を出すために心のバリアフリーに力を入れていこうと考えております。最後に協議会の設定ですけども、推進体制といたしまして、基本構想の見直しとマスタープランの策定、特定事業計画の策定を同じ構成員で協議会を立ち上げることによって、現在のバリアフリー懇談会と基本構想策定会議を統合し、吹田市バリアフリー推進協議会を立ち上げました。この協議会によって今後吹田市のバリアフリー事業を推進してまいります。以上でございます。どうも、吹田市の、基本構想見直しとマスタープラン策定に向けた動きということでご報告ありがとうございました。ではこの後、私の方から一つずつ質問をさせていただければ思うんですけれども、片岡さんの方にですね、今お話しいただいた通り、吹田で今バリアフリーやユニバーサルデザインということで取り組みをさらに進めていこうという状況にあるわけですが、知的障害者の分野からね、こうしたことをぜひそういう協議会とかの中で一緒に考えてもらえたらなと思うようなことがあれば、ちょっとお話しいただけますか。はい、知的障害の方、街中で何が困るかって、やっぱりいろんな表記がやっぱり不十分かなっていうのはちょっとあるかと思うんです。文字であったりとか、あとデザイン的なこうイラストっていうそういう案内もあるかと思うんですけど、やっぱり
実際の写真であったりとか絵であったりとか、そういう表記があればすごく街中あったらいいのかなというちょっと思っております。で、あとその知的障害の方のやっぱり意見を取り入れてもらうというのにどうしたらいいかというところでいろいろ市もアンケートを取ったりされているとは思うんですけど、広くやるというよりもどちらかというと事業所向けになんか個別になんかアンケートとかを出していただけると助かるかなってちょっと思ってます。ほとんどなんか事業所向けにアンケートこう利用者さんにこれをちょっと見てもらってくれとかアンケート取ってくれとかそういうのほとんどないんですけど、そういうのがあればもっと知的障害の方、これは知的障害に関わらず高齢者であったりとか児童であったりとかいろんな個別の意見反映できるのかなとちょっと思ってます。そういったところでいろんな事業所の多分メールアドレスと多分把握されていると思うので、なんか手広くこうなんかそういうのがあれば出していただけると私たちもすごくそういった方々の声反映させられるかなと思っております。はい、ありがとうございます。やっぱりその表記っていうかこうパッと分かりやすいね表示がどうできるかっていうのはすごく大切で、その時にこう丁寧に意見を拾ってもらえるように広いアンケートも、それはそれですごい大事なんですけど個別にこう聞いてもらえるようなそういう機会をぜひ作ってほしいということですね。ありがとうございます。では平山さんの方ですね。平山さんの方、レジュメの最後にこういうふうに書かれていました。今後も道路を作るときには工事前から当事者の意見を取り入れながら進めていってほしいなということなんですけど、大体私なんかもこう道路工事始まったなみたいなのが始まってから分かる場合が多かったりするんですけど、今回すごいなと思うのは工事が始まる前にね、そのことを知られて大阪府の担当の方に要望を出されたっていう、だからなぜその工事前にここが工事されるということが分かったのかとか、あるいはどうやったら今後もこの道路を作るときに、その道路をこう工事する人からしたらもう始まってから言われてもみたいな感じにどうしてもなりがちだと思うんですね。そうならないためにどうしたらいいのか、今回の平山さんたちの取り組みからこう参考になるようなことがあればちょっと教えてヒントを教えていただければなと思います。はい、工事前から私たちの要望を伝えることができたというところなんですけれども、一番最初は吹田市との懇談の中でここの府道の歩道を歩きやすくしてほしいという要望をしたところ、吹田市の方から府の土木事務所につないでいただいて、で、府の土木事務所の方が直接現地に聞き取りに来られたということがあったんですけれども、ちょうど要望したのと同じタイミングでここの道路を改修する工事の計画があったというか、そのタイミングで要望したのとがうまく時期的に重なって、要望を伝えることができたという状況です。で、担当者4年間の間に何名か、変わられたんですけれども、現在はもう工事の方が、ほとんど終わって歩道も1キロぐらいの区間拡幅されたんですけれども、驚いたのが工事が終わった後担当者が引き継ぎになった時に電話をいただきまして、もう一度引き継ぎも兼ねて、改善してほしい内容を教えていただきたいという連絡があって、実際に現地調査をまたしたんですけれども、そういった形で職員の方とつながっていられるということが大事なのかなというふうに思います。そういうつながりがあるからこそ、私たちの要望も伝えることができるんじゃないかと思います。なるほど、ありがとうございます。
まあ、もともとその今回の工事の場所改善をしてほしいなっていうことを思っておられて、そういう要望を持っておられたところ、吹田市が大阪府との担当者の方との仲介役になってもらって、でそれからこういろいろ話が始まって、さらにその担当の人が変わってもその皆さんからのこう要望を教えてほしいみたいなことをね、ちゃんとこう引き継がれていくっていうのはすごいですよね。ぜひこれがね、もう吹田市の場合はちょうどタイミングがよくあって、でしかもそれぞれの担当者の方もすごくこうなんだフットワーク軽く動いてもらえるような人だったんだなというふうに思ったんです。これがもう当たり前の仕組みになっていけば、もっともっとこういう事例がいい事例が広がっていくかなというふうに思いました。すごく面白く聞かせていただきました。で今までの議論を受けてなんですけれども、ぜひ先ほどのお話の中で言うと、事業者とか個別のアンケートを、取ってほしいということとか、あるいは平山さんの方で言うと、すごくいい事例、吹田市が仲介する形でできたんですけど、これをなんかこう仕組みができたらいいなとか思ったりも聞いて思ったんですけど、今までの議論を聞かれて、船木さんの方から何か今後の基本構想の見直しやマスタープランの中でね、こういったことをもしみんなで考えればみたいなことがあれば、ちょっと教えていただけますか。はい、吹田市としましてもご意見をいただくというのは大変嬉しいことなんです。結局出来上がってから言われると大変辛いものですから、事前に聞かせていただけると、できることはできる、できないことはできないということで会話が成り立つので、やはりいろんなご意見をいただきたいということで、今でもおっしゃったように事業所なんかに出向いてですね、ご意見を伺うということは今やっておりますので、ご希望でありましたら伺わせていただきたいと思います。でアンケートにつきましても、不特定多数の人に取るアンケートと、当事者に対してのアンケートというのを別に考えておりますので、それはそれで、きちっとアンケートを取っていきたいというふうに思います。で現地につきましては、吹田市ではバリアフリー市民会議という会議がございまして、事業をやる場合には着工する前に一応そこの方々とは意見交換をさせていただくという場を持っておりまして、ある一定のご意見を伺う仕組みというものは作られております。ただ具体的に、おっしゃったように現地でどのようなことがということがあるのでしたら、直接は申してもらえれば、多分担当者もわからないところ、気づかないところというものが出ますので、事業する前でありましたら多分大変ありがたいというふうに思います。それと事業を行うところで悩みが出るときがございます。例えば展示ブロックの引き方であったり低い位置であったりというのは、なかなか健常者では基準はあるんですけれども、わからないところがありますので、そういった部分は具体的に現地でどこにどういうふうに引くことが一番いいのかというのを聞かせてもらえるというのは大変ありがたいと思いますので、積極的に申し入れてもらえればいいかと思います。はい、どうもありがとうございました。こう事業所に伺ったりとかアンケートもいろいろ考えていただいているということで、あとバリアフリー市民会議という仕組みもねあるということをちょっと私も今日初めて知って、これはすごくこの吹田市での今後の展開楽しみだなというふうに思いましたし、あと先ほどの写真の中でも歩道橋の周辺の展示ブロックの引き方をどうするかっていうのをこう視覚障害の方に実際に参加をしてもらって、どうやったら迷ったりぶつかったりせずにこう移動ができるかっていうこと、そういうのがこう吹田であちこちの場面でね、現場でこう当たり前の風景になっていけば、吹田の町はもっともっとこう暮らしやすい町になるかなというふうに期待を持ちました。
いうことでですね、皆さんから3人の方ともっと私聞きたいこともあるんですが、会場からのですね質疑応答の時間ということで、今日会場の関係で45分にはもう必ず終わるようにということなんですけれども、1人2人ぐらいは質問の時間、もう早速出ましたので、じゃあ、一番前の方どうぞ。お姉さん、貴重なお話ありがとうございました。お疲れ様でした。ちょっと一点だけね、ちょっと私も平山さんの、いろんな報道のテコボコとか展示ブロックの付箋を通じてね、いろいろ感じてることをちょっと話したいんですけど、このゲームはね、確かに一番素晴らしい例なんです。私も一緒に現地調査させてもらったんですが、その後にね、大体1キロほど展示ブロックを敷設して、凸凹をなくして、平坦な歩道にしてるんですけど、その後がですね、まだ、それからまた工事するかどうかわからないんですけど、まだそのままの状態なんです。それと、総合福祉会館で、吹田市の公共の施設があるんです。そこを、障害のある人とか、生活介護事業所があるんですけどね、そこから阪急豊津駅まで行く歩道がですね、これも大阪府の茨城土木と2回ほど現地調査させてもらったんですけど、視覚障害の方も含めてですね、いまだにね、全然凸凹で、そこね、傾斜がすごいんですよ。これ、もう対面で自転車とか来たら、なかなかね、全然もう通られないんですよ。で、私らもそこを行くときは、必ず車道の方を通るんですよ。ほんで、対面の方もあった凸凹でですね、私の感じてるこの今日はバリアフリーの街づくりで、そういう感じなんですけど、まずその公共施設とか公共の駅にやっぱり一番行けるような重要なやっぱり移動経路ですよね。その生活関連経路、やっぱりベビーカーを引いたお母さんとか高齢者とか障害のある人、視覚障害の人、まずそこのね、歩道をね、やっぱりこう歩きやすいようにまずしてほしいのが私のあれなんですけど、今ね、橋に比べてね、吹田市はデコボコ多いんですよ。あんまり本当に狭くてデコボコの、それとね、段差がすごい高いところがあるんです。だからそういうね、基本的なところから、やっぱり今度はぜひね、私はマスタープランを作成を機会にね、そういうところから見直してほしいなって思うんです。以上です。すいません。はい、今現状の、課題と今後への期待ということで、ご発言いただきます。では船木さんの方にマイク回させていただいてよろしいでしょうか。よろしくお願いします。貴重なご意見ありがとうございます。おっしゃる通り、歩道がある、要は用地がきちっと確保できているにもかかわらず歩きにくい、これは大変残念な状況だというふうに思っております。で、用地的にしんどいところ、用地買収が必要なところ、これは実際には事業としてはなかなか難しい、こういうことになろうかと思いますので、おっしゃるように今現在歩道があって、通行しにくいところの改善というのは、最重要課題かなというふうには考えております。ということで、もう、30秒ぐらいになってしまったので、まだまだ手をというか意見質問あるかも分かりませんが、今日これをきっかけにですね、これからも、この、基本構想の見直しや、マスタープランの作成ということでね、アンケートもされるでしょうし、いろんな取り組みをされるということですので、そういう機会を通じて皆さんのお声を寄せていただければな。やっぱりユニバーサルデザインのまちづくりを進めるっていうのは、もちろん行政や事業者の方々頑張っていただきたいんですけど、同時に私たち当事者、市民一人一人が自分ごととしてね、この町をこういうふうにしていきたいな、そういう機運を高めていくっていうのがすごく大事だと思います。そういった UD のまちづくり、ユニバーサルデザインのまちづくりの機運を高める今日、そういう機会になったかなというふうに思います。ぜひ今日を皮切りに、もっともっと皆さんで盛り上げていっていただければということを最後にお願いして、皆さん、シンポジストの皆さんに拍手をお願いして終わっていきたいと思います。どうもありがとうございました。
それでは最後に講演をいただきました尾上先生、またシンポジストの皆様に最後に大きな拍手で、お願いいたします。本当に今日はどうもありがとうございました。以上をもちまして、シンポジウムの方を終了させていただきます。